こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。暑い。夏真っ盛りねー。なんだいきなり。確かに最近は尋常じゃない暑さだが。そんな夏の風物詩と言ったら、魔理沙は何を思い浮かべる？やっぱり甲子園だろ。高校球児たちが青春を謳歌する姿は最高なんだぜ。もっと身近なもののつもりで聞いたんだけど、まあいいわ。夏の風物詩といえば、多くの人が花火大会や風鈴を思い浮かべるみたいよ。そうなのか。風流ではあるけどな。花火大会は江戸時代、大飢饉で亡くなった人たちを偲ぶために、隅田川の花火が打ち上げられたのが起源と言われているわ。夜の空に打ち上がる大輪の花には、鎮魂の意味があったんだな。風鈴はもっと古いわよ。魔除けの道具として唐から伝わってから、涼を楽しむアイテムとして独自の進化を遂げ、今の風鈴になったんだから。どちらも日本に根ざした歴史があったんだな。と、夏の風物詩を二つ紹介してきたけど、何か足りないわよね。夏といえばこれっていう、生き物よ。生き物？わかった。はい、魔理沙。ホタル。正解、あの幻想的な光を見ないことには、夏が来たと言えないわよね。ホタルの歴史も古く、奈良時代の書物日本書紀に登場しているし、江戸時代ではホタル見物が夏の名物でもあった。でも、最近はめっきり見なくなったな。そうね。昔はそこかしこにホタルがいて、珍しい生き物ってイメージは全然なかったけど、今は見る影もないわね。時代だな。ということで今回は、最近ホタルを見かけない理由と題して、ホタルがいなくなった理由を、ホタルを取り巻く現代の問題と合わせて丸裸にしていくわ。それは楽しみだな。あの魔法みたいな光が気になって、いろいろ調べたことがあるから、ホタルには愛着があるんだよな。私も黄色いし。それじゃあ、似た者同士の魔理沙に解説をお願いしようかしら。自分で解説するのがめんどくさいだけだろ。私は忙しいのよ。ということでお願いね。任されたぜ。って、私が忙しくないみたいな言い方やめろ。では解説していこう。なんだかんだ言ってやってくれるところ好き。無視するぞ。結論から言うと、最近ホタルを見かけない理由、それは。それは？ありすぎて一つに絞り込めないな。は？落ち着け。理由を詳しく説明する前に、まずはホタルの生態を理解してもらう必要がある。ホタルって虫よね？そのレベルかよ。ホタルは甲虫目ホタル科に分類される昆虫の一種で、世界に約2000種、日本には約50種が生息している。え、海外にもいるんだ。夏の風物詩というイメージからホタルは日本固有の生き物と思いがちだが、実はそうではない。固定観念を恐るべしね。まあ海外のホタルまで解説するとキリがないから。本解説では日本でメジャーなゲンジボタルとヘイケボタルの2種に焦点を当てていくぜ。わかったわ。この2種のホタルは沖縄を除く本州、四国、九州の湿気と緑の豊富な陸地や水辺に広く分布しており、ヘイケボタルは北海道にも生息している。あら、沖縄ではあの光が見られないのね。いや、沖縄にはゲンジとヘイケがいないというだけで、他の種類のホタルは生息しているぞ。事実、西表島や石垣島では八重山姫ボタルという日本最小のホタルの光を見るツアーが多数存在している。そうなんだ。沖縄でホタルってイメージがないから、ちょっと意外ね。とはいえ、ツアーを企画しないと見られないということだからな。生息している数自体は少ない。そして近年、源氏ボタルと平家ボタルもその数を減らしていっている。私も生で見たことはないわ。お天気リポートのニュースサイトであるウェザーニュースが2022年の5月にネット上で行ったアンケートでは、ホタルを見たことがある人は50代以上でも 70%、10代、20代では半分ほどだったからな。日本ではすっかり珍しい生き物だ。また、ホタルは卵から幼虫が帰って成長し、さなぎを経て成虫になる完全変態の昆虫だ。そこはカブトムシやクワガタといった他の虫と違いはないんだぜ。ほうほう。そして誰もがご存知の通り、ホタルの成虫は川や水田の近くで生きる。水分のみを摂取しながら、おなじみの光を用いて繁殖行動に勤しみ、産卵して約2週間でその生涯を終える。やったわ、セミの場合は生きるのね。ポジティブすぎるだろ。ただまあ、セミは音、ホタルは光で繁殖を図るという点は似ているな。ということでまずは、夜でも明るいところが増えたためについて紹介していく。ホタルが減った理由に、夜でも明るいところが増えたため？ホタルは自分で光れるんだから明るさは関係なくない？いや、それじゃダメなんだ。光るということは、己の存在を周囲に知らせるということ。つまり、周りが暗い環境じゃなくちゃいけないんだ。あ、そっか、じゃないと光る意味ないもんね。ホタルが光る理由は繁殖のためと、外敵に危険を知らせるためだと言われている。
ホタルの成虫は2週間ほどしか生きられないため、普通の昆虫より早く子孫を残さないといけない。だから、オスが光を放ってメスの気を引いているんだ。へぇ、光っているのはオスなのね。ああ、それが繁殖のためだと考えられている大きな根拠だ。じゃあ、外敵に危険を知らせるためっていうのは？それは、ホタルが毒を持っているから、自分はホタルで食べたら危険だということをアピールする目的があると考えられている。え、ちょっと待って。ホタルって毒があるの？あるぞ。ルシブファギンという名前で、トカゲが一度口に含むと嫌がって吐き出すくらいの強さだ。それじゃあ、私たちにも危険？食べようとしない限りは平気だろう。それならよかったわ。でも、他の毒虫は色が派手だったりはするけど、光ったりはしないわよね？なんでホタルだけ光るの？いや、その認識は違うな。ホタルは毒があるから光っているのではなく、繁殖のために光っているのであって、光っているこの虫は毒があると天敵の方が学習しただけに過ぎないんだ。あ、そうなの？そうだ。事実、2018年、アメリカのボイシ大学のジェシー教授の実験では、ホタルのいない地域に生息していたコウモリがホタルを捕食したものの、その後すぐに吐き出して二度と食べようとしなかった。それって、コウモリの頭がいいだけじゃないの？この結果を踏まえ、教授は次にホタルの腹部、光っている部分を隠して先ほどのコウモリと引き合わせてみた。すると、なんともう一度捕食しようとしたんだ。じゃあ、コウモリは本当に光イコール毒として認識していたんだ。そういうことになる。長くなってしまったが、ホタルは繁殖と防御のために発光することが欠かせない生き物だ。そしてそれは、光っていることを周りにアピールすることと同じ、と。そうだ。しかし、都市化の発展がそれを妨げてしまった。建物の明かり、街灯、車のヘッドライトなどにより夜でも明るくなってしまい、光っているとアピールすることを難しくしているんだ。ホタルの場合、というかホタルだから、って目立てないと子孫が残せないのね。この夜でも明るいところが増えたためというのが、ホタルが減少している最も特徴的な理由と言えよう。よく見る虫でピカピカ光るのはホタルしかいないもんね。でも、この問題も抜本的な解決は難しいわよ。人間にとって闇は危険で、明るいのは安全安心の証だもの。いや、幸いなことにホタルと光の関係については色々と分かってきているから、近い未来解決できるかもしれないぞ。そこもきちんと研究されてるんだ。ヘイケボタルの成虫はオレンジ系で 0.3 から1ルクスほどの光であれば行動を阻害されづらく、交尾や産卵は1ルクスの赤色系の光では行われたが、白色の光では行われなかったなど、過去の実験や研究で明らかにされているんだ。光の色で変わってくるんだ。ところで、ルクスって何？ルクスとは、ある面に光が当たった時の明るさを指標化した単位だ。値が大きければ大きいだけ明るいと思ってくれていい。1ルクスってどれくらいの明るさなの？正午の太陽光が10万ルクスで、夜中の街灯が10から100ルクスだから、光っているといえどかなり暗めだな。ええ？ほぼ真っ暗じゃない。それだけホタルは光に敏感ってことだ。また幼虫が土壌に上陸する際も光に影響されることがわかっている。幼虫も？ああ。白、青、緑色系統の光は原始ボタル、平家ボタル両方で 0.1 ルクス。黄色では平家ボタルで5ルクス、原始ボタルで60ルクス以上。赤色では平家ボタルで40ルクス、原始ボタルで60ルクス以上の光を嫌がった。白、青、緑、黄色、赤って順番で光に強いのね。でも、なんで？それは、ホタルが青緑色の光を発するからだと言われている。光は波長の強さにより色が変わっていき、種類によって違うが、ホタルの光はだいたい500から700ナノメートルで青緑色に見える。だから、似ている光を嫌がるってわけね。そうだ。黄色やオレンジ、赤はこれより波長が大きいため、ホタルにとっては光の中でもまだマシ、というわけだな。へぇ、じゃあ白い光は？白い光はすべて色の光を足し合わせてできていて、それには青緑色の光も含まれているから、ホタルは嫌がるんだ。月の光も白いため、月が出ている時はホタルの活動が鈍るとも言われている。そうなんだ。本当にナイーブなのね。また脇道にそれてしまったが、街灯や住宅、車などに使われている光も白く、夜でも強い光を放つため、ホタルにとって有害だということが明らかになっている。言われてみれば、鮮やかな光は身の回りになかったわね。しかし赤系の色であればそれが緩和されるため、一部の地域では街灯をオレンジ色のものにするなどの対策が取られている。それなら、明るさとホタルの保全を両立できるわね。やっぱり現代の研究技術ってすごいわね。ホタルが減少したのは、光のせいだけではない。
段階に応じて、生息する環境がコロコロ変わる性というのもあるんだ。コロコロ変わる？ホタルの卵は川や水田など、水辺の近くにある苔などに産み付けられ、幼虫は川にな、モノアラガイ類といった特定の巻貝を食べながら水中で成長する。卵は水辺、幼虫は水中で生活する、ということね。そうだ。そして十分に成長すると幼虫は水の中から出て、水辺の近くにある土の中に潜ってサナギになる。今まで水分たっぷりな水辺で暮らしてたのに、土の中でサナギになるんだ。ああ。最後に成虫は、羽を休められて食料の水がある水辺の木々や茂みで繁殖し、生涯を終える。つまり、水は必要不可欠だけど、ホタルの成虫はカブトムシやクワガタといった、一般的な昆虫と同じような環境で生きるということよね。まあ、大体そうだな。でも一生を通じて見てみると、卵は水辺の苔、幼虫は川とか水田の水中、サナギは土の中、成虫は水辺。めちゃくちゃお引っ越ししてるじゃない。そう、ホタルは成長に応じて多様な環境を必要とするため、カブトムシやクワガタやセミよりも複雑な環境が必要なんだ。G みたいな図太さはないのね。具体的に言うと、綺麗な水のある川や水田と柔らかい土のある土壌、そしてそれらを取り巻く、夜は暗くて風が少ない木立ちがある環境だ。限定的すぎる。当然、環境の変化にも敏感だ。これらの条件が一つでも欠けると、ホタルのライフサイクルが崩れてしまい、生息数の減少に直結する。自然が少なくなってる今の時代、とんでもない向かい風ってわけか。最近ホタルを見かけない理由の一つ目が、この他の生き物と比較して複雑な生息環境が必要なため、だ。結局、環境の悪化が悪さしてるのよね。これはホタルの生態だけ見た時の理由だな。それぞれの環境が悪化しているのはこれから解説する。任せたわ、マリサ。まず、川や水田といった環境の変化について話していこう。と言っても、これはイメージしやすいだろう。私でも大体わかるわ。水質が悪化したのが原因よね。そうだ。広く知られていることだが、戦後の経済成長や都市化により、河川へ排水が垂れ流されたために、水質は目に見えて悪化した。そのせいで、水の中で生きるホタルの幼虫や餌の巻貝が姿を消してしまったんだ。わかってはいたけど、悲惨すぎるわね。他にも、ネオニコチノイド系の殺虫剤も、ホタルの住む水辺の環境に少なからず影響を与えているだろう。危険が多すぎるわね。それにしても、ネオニコチノイド？聞いたことがあるようなないような。一時期、テレビで取り上げられたこともあるからな。ネオニコチノイド系殺虫剤は人間への毒性が低いと考えられ、平成5年頃から農薬として使用されてきた。それで名前を知っていたのね。しかし近年、環境中の昆虫に多大な影響を与えること、人間への慢性的な毒性があることが明らかになった。そのため国内でも使用を危険視する声も多く、海外では規制に踏み切った国もある。環境中に巻くわけだから、害虫じゃない虫も巻き添えになってしまうのは容易に想像できるわね。ネオニコチノイド系殺虫剤は水に溶けやすい。だから川や水田の水質を悪化させやすく、水生のホタルに与える影響も大きいんだ。なるほどねー。複雑に絡み合った生態系上で、害虫だけを殺すのは無理よね。また、最近の異常気象も致命的だ。ゲリラ豪雨や集中的な大雨、台風がもたらす増水、氾濫により、ホタルの幼虫や巻貝が流されてしまったり、水温の異常な上昇で死んでしまう。そっか、水の中に住んでると水害がダイレクトに伝わっちゃうのね。一度汚れた水をきれいにするのは至難の業だ。ホタルの幼虫や餌の巻貝を保護するためにも、私たち一人一人が目を光らせないといけないな。まったくね。次に土壌の変化だ。より詳しく言うと、川や水田といった水辺近くの柔らかい土壌が大変少なくなっているのが、ホタルに向かい風なんだ。柔らかい土壌って言い方を踏まえると、コンクリートの堤防が増えたのが大きいの？その通り。洪水や氾濫を防ぐために、コンクリートで整備された水辺が増えてしまったことが、柔らかい土壌の喪失の主な原因だ。水田の場合も、アスファルトなんかで舗装された道ができたりと被害はあるだろう。最初の方にも言ってたけど、ホタルはサナギになるのよね？ああ。そのために幼虫が岸に上がることができ、自力で穴を掘ってサナギとして約1ヶ月間ほど土中で過ごせるような土壌が不可欠だ。だから、柔らかい土壌なのね。そうだ。カチカチのコンクリートはもちろん無理で、普通の土であっても乾燥していてもいけない。とはいえ、水害を防いだり、飲み水を確保するために、人間が水回りに手を加えるのは仕方のない部分もあるわよね。
そこが難しいところだな。ホタルが住めるのはほぼ人の手の加わっていない水辺だが、水害を防ぐには人の手を加えないといけない。どちらが良いとか悪いとかはないが、残酷な選択なんだぜ。なんとかして共存できないのかしら？一部の地域では活路を切り開いているぜ。静岡県の的場川では橋梁の下の開けた空間にビオトープを設置し、ホタルをはじめとした生き物の定着に成功。護岸と自然の両立を果たした。開いた空間を効率よく利用したってわけね。すごい。ところで、ビオトープってなんだっけ？最近よく聞くけど、実は詳しく知らないのよね。ビオトープとは、そこで多様な生物が暮らし、繁殖していけるように自然に近い環境を整備した生息空間のことだぜ。特に水、土壌、植物、大気など、空間全体の環境を包括的に整備したものだな。まさに空間自体を生物のために作っているのね。それなら、複雑な環境が必要なホタルでも快適に暮らせるか。100% の自然を残すことは叶わないが、土壌を含めてホタルの生育する環境を残すということはできる。むしろ、ホタルを含めた生き物たちのためにやらなければならないことね。さて、工事などの大きな土壌の変化もそうだが、小さな変化もホタルに致命的な影響を与える。具体的には、河岸や水田の近くにゴミを捨てる行為だ。ポイ捨てダメ、絶対。水辺の近くに車道が敷かれているところでは、地元住民たちが気を使っていても、そこを通る人が捨てた空き缶やペットボトル、吸い殻などのゴミがホタルに深刻なダメージを与えている。マナーがなってないわよね。一瞬通るだけだからいいと思ってる。このように、環境問題として比較的メジャーな水質の汚染だけでなく、水辺の開発やポイ捨てによる土壌の汚染もホタルが減少する原因になっている。同じ人間として耳が痛い話だわ。さらにホタルの希少性が、人為的な汚染を加速させている面もある。ホタルの光の観光ツアーで水辺に人が侵入することで、ゴミを捨てたり、岸を踏み荒らしたり、フラッシュを焚いて明るくしたりなどの被害をもたらしているんだ。マナーを守って観光してほしいところね。さらに、販売目的で乱獲されたケースもある。岡山県の美作市では2022年、販売目的でゲンジボタルの幼虫70匹を乱獲したとして、ホタル保護条例違反で70代男性に過料が科された事案が発生した。条例を知らなかったとしても、ホタルを取っちゃいけないなんて当たり前だと思うんだけど。いや、男性は条例を知っていたそうだ。にもかかわらず営利目的でホタルを乱獲し、繰り返し別の業者に下ろしたことを認めている。ひどい、本人は小遣い稼ぎだと思ってるんでしょうけど、あまりにひどすぎるわ。こうしたホタルの乱獲や違法な飼育は世に出ていないだけで、全国で行われていると見られている。環境の汚染もそうだが、人為的な汚染もなくしていかなければ、ホタルにとっての安泰はやってこないだろう。主要な環境問題に加えて、観光や犯罪といった問題もあるなんて、ホタル一つで、山ほど考えることがあるわね。以上が、最近ホタルを見かけない理由だぜ。一言で言えば自然環境が減ってきているからなんだが、ホタルは生育に必要な環境がよりシビアで、人間と相入れるのは難しいんだよ。お疲れ様。今の日本で水、土、光が自然のままの場所なんてほとんどないしねー。対策や研究は進んでるけど、まだまだ足りないわよね。そうだな。ホタルが見られるいくつかの自治体では、条例でホタルを人の手から保護したり、水質改善や柔らかい人工土壌、ビオトープを設けたりといった環境整備がされているものの、個体数の増加に転じるほど十分とは言えないのが現状だ。でも、皆がホタルの問題を意識して日本中で変わっていけば、塵も積もれば山となるの要領で、ホタルを再生させられるわよ。かもしれないが、先は長いだろうな。昔はホタルが出す光を溢れんばかりに拝めたというから、もう一度その光景を見てみたいところだ。花火や風鈴と同じくらい、今を生きる人たちに夏の風物詩だと思われるようになってほしいわね。ご視聴ありがとうございました。